皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回は今後のガチャについての動画になっています。はい、予測だったりとか、まあ、考察なんかをしていこうかなと思っております。今回は週刊 FP、ファンズチョイス、あとはアイコニックガチャとユーロ FP、 この4つについてをね、詳しく紹介していきたいと思います。もうこうしてみるとウィニングレブンってね、ガチャだらけっていうことで、もうガチャの話がねかなり盛り上がるということで、今回はそちらを紹介していきます。はい、まずは予測しやすいファンズチョイスの話からいきたいと思います。明日7月27日から登場するのがフランスとイングランドのファンズチョイスの方が登場します。こちらについてはかなり豪華で、まあ、初 FP 化の選手も多くいて、まあ、育成がね、すごい選手たちがね、特にフランスかな、まあ、半分ぐらいはね、20歳前後の選手でまとまっているんで、まあ、育成が大変な選手ばかり集まっているガチャになっているので、まあ、その辺はまあ動画なんかでも紹介したんで気になる方は見てください。まあ、これ普通に考えると8月3日、まあ、来週ですね、イタリアとスペインのファンズチョイスが来るんじゃないかという感じですね。で、一応、まあ、候補、まあ、アンケートのお知らせなんかも来ていましたし、まあ、そちらをおさらいしておくと、まあ、イタリアで言うと、ゴールキーパー、ドンナルマだったりとか、クリバリなんかも来そうですし、あとはそうですね、中盤のザニオーロ。まあ、ここをやはり期待している方多いんじゃないですかね。まあ、週刊 FP のチャンスもね、何回かあったと思うんですけど、まだ来ておりません。そろそろ来てほしいですね。あと、フォワードだとロナウドもう一回来る可能性もありますと。はい、それからスペインに関してはそうですね、まあ、クルトワだったりとか、あと久保くんなんかもね候補に入っています。初 FP 化でいうとフォワードのオヤルサバルなんかがちょっと楽しみな選手で挙げられる方多いんじゃないですかね。はい、で、フランスとイングランドの選ばれている選手見ていると、まあ、各ポジションバランスよく来てて、まあ、ゴールキーパー1人、まあ、ディフェンスは3人だったりとか4人だったりとか、まあ、本当にベスト11のような感じの、まあ、フォーメーションが組めるようにバランスよく、ね、選ばれているみたいなので、まあ、イタリア、スペインも同じように来るのではないかなと思っています。まあ、内容も気になりますし、若い選手も結構入ってくると思うので、まあ、久保君だったりとか、まあ、ドンナルンマとかザニオーロなんかもね来る可能性があるのかなと思っています。この辺もね、来週楽しみですね。はい、続いては週刊 FP の話やっていきたいと思います。今週登場したのがこちらなんですけど、まあ、メッシ、ロナウドがね、同時に登場してきたりとか、かなり豪華になっていますね。特にフォワードで今ほぼ豪華と言っていいと思います。まあ、もしこれが最後のね、週刊 FP だと言われても納得のラインナップだったと思うんですが、まあ、もう1週分出せるのかなというような個人的には思っています。スペインリーグ、ラリーガに関しては先週ね、リーグ戦終わったんですけど、あとはイタリアだったりとかイングランド、あとトルコ、ポルトガルなんかもねやっているので、まあ、主にこの4つがね、リーグ戦あるということなので、7月30日ラストの週刊 FP 出せるような気がしますね。はい、その次は確かイングランドだったりとか、まあポルトガルもなんか終わるような感じなので、まあ、イタリアだけになるのでさすがに来ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、7月30日7月ラストに、ラストの週刊 FP 出せるような気がするので、その辺にも期待です。また予想の方はね明日の動画で出すと思いますが、活躍選手なので、まあ、今週に比べると豪華さはちょっと変わるかもしれませんけど、ラストの週刊 FP の登場にも期待したいところです。あとはチャンピオンズリーグの決勝トーナメントが8月中開催ということで、まあ、今年はイレギュラーの形でこんな感じになっているので、まあ、これはですね、まあ、リーグ戦の週刊 FP が終わった後に、こちらのチャンピオンズリーグが週刊 FP となって、登場する可能性もあるのかなというところ。ちなみにこれが前回3月ぐらいに出た週刊 FP というか、チャンピオンズリーグのガチャなんですけど、まあ、このような感じで、まあ、スキル追加なんかもねこの時ありましたし、まあ、その辺も楽しみですね。ちなみに、豪華なクラブたち残っているので、まあ、その辺のね FP 化も、結構期待できるのかなと思います。はい、続いてレジェンドガチャですね。こちらはもともと今週までの日程しか発表されてなかったんですけど、こちら8月10日までにね変更されています。あと2週はレジェンドガチャということになりますね。まあ、無料3回分も継続して8月10日分まで配布されるということで、まあ、こちらはねぜひ引きたいところですね。まあ、今週初登場が、いなかったので、まあ、今後初登場が入ってくるといいんですけどね、まあ、その辺がどうなるかというところです。で、まあ、アイコニックガチャもね、まあ、そろそろ復活するのかと思ったら、まあ、レジェンドガチャが延長になったので、おそらく8月10日までは来ないということが予想されます。はい、最後はユーロ FP の方を紹介していきます。こちらはマッチデーから FP が来るという形になっていて、登場は8月以降ということになっています。8月の上旬以降登場予定ですね。
こちらに関してはファンズチョイスが終わってもしかすると月曜日のガチャがこのユーロ FP になるのかなと個人的には思ったりもしています。もしかすると木曜日に来るかもしれませんけど、チデに関してはすでにね毎日行われているので、まあ、どの試合が対象になるのかっていうのがちょっと難しいんでね、まあ、メンバー予想とかちょっと厳しいところなんですけど、まあ、8月になってから来るものだと思われます。まあ、ユーロマッチデーなので、まあ、未所属の選手なんかも FP 化期待できると思うので、その辺の活躍ね、まあ、特にドイツ勢かな。はい、その辺にも注目が集まります。はい、ということで今回は今後のガチャについての紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、紹介といっても予想とか考察なんですけど、まあそうですね、個人的には皆さんどれが気になるんですかね。まあ、個人的にはファンズチョイスの2週目、今週に関しても結構豪華なもの来るので、まあ、2週目も結構楽しみですね。あとはですね、まあ、ユーロの FP、まあ、マチデから来る FP なんですけど、この辺もまあちょっとね、8月上旬以降登場になっているので、まあね、今作ももう終わりの中どういう FP たちがね出てくるのか、あとは能力がどんな風になるのかとか、はい、まあ、その辺にも注目なのかなと思います。皆さんが注目しているガチャについてはぜひコメントに書いていただければと思います。こちらのチャンネルでは、ウィニングレブン2021の最新情報だったりとか、まあ、あとは FP とかアイコニックのレベル1の紹介比較なんかもやっていますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。合わせて高評価や Twitter のフォローなんかもよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。